とことんやりこむ、どうも、なおしんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備使っていこうと思います。これですね、ちょっと前に入手しました、スパイダーアーマーの無防変性ですね。黄金スキルがちょっと微妙なんですけども、エンチャントは、まあいいんじゃないですか。無防ポーションバリア、クールダウンですね。黄金で、そうね、タンブルビー、もしくは、ヘルスシナジー。まあ、サプライズギフトでもいいや。そういうのがあればね、最高だったんですけども。まあ、とりあえず、このスパイダーアーマー、攻撃速度 25% アップの無防変性、行ってみましょう。では、行きますね。この装備、263なんですよ。263なので、無謀で HP を 60% 減少しても、まあ、120万はあるのよ。HP が。120万あれば、そこそこいいと思うんだよね。まあ、軽減はついてないよ。ダメージ軽減はついてないから、そこはちょっと注意しなきゃいけないけども、大丈夫じゃない ?6% 吸収するし、この攻撃速度。で、さらに、これ凶暴化がついてるので、凶暴化発動した時が多分偉いこっちゃになると思われます。なるかな多分なる。うん。なので、それをちょっと期待してやっていきましょうよ。あー落ちやすいなー。じゃあ。いいね。全然いけてる。まあ、今のところはね。で、もちろん、キャプテンはちょっと待て。やばいやばいやばい。あぶねー。キャプテンは探していくよ。じゃあ、オッケー。全然余裕だ。いいね。で、凶暴化、あ、発動してる。あー、待って、発動した時の速さがどれぐらいなのかちょっと見ていきたいですね。あ、で、地図をね、表示させながらやってくださいっていうことがあったので、今日ちょっと地図表示しながらやろうか。うん、なんかやっぱ地図をね、表示しながらやってる人もいるんだよね。うん。俺はもうなんか、この地図が表示されない方に慣れてんのよ。うん。やっぱちょっとね、動画で後ろの方に何かが見えてるって、ちょっとなんかね、自分なりに嫌だったのよね。なのでちょっとつけてないんですけども、ちょっと待って、やっぱり痛い。敵の攻撃は結構痛いわ。うん。ポーションバリアは、やっぱり基本的に、切らさずに、行きましょう。減る。マジか。そうだよね。だって、HP が120万だからね。おい。そりゃ減るわ。やっぱ慣れないな、このね、地図が。出てるっていうのが全然慣れないわ。ちょっと待って、エンダーマンが出てきたら速攻倒しましょう。オッケー、危ねえ。んで、嘘嘘ちょっと待って、地図消すわ。見にくい。ものすごい見にくい。うん、多分視聴者さんもこれ見にくいっていう人多いと思うんで、やっぱ俺には向いてない。裏に地図を開けとくっていうのが、うん、やっぱね、ちょっと目がいい人はいいけど、あまり目が良くない俺とかはね、ちょっと向いてないですね。うん、目はね、結構ね、20代ぐらいまでは良かったのよ。でもそうね、30代、いや違う、 YouTube を始めてからだね、一気にね、視力落ちたのよ。視力が落ちても今ではね、まあ、メガネはね、かけないけども、メガネかけるほどではないけども、やっぱ落ちたのよ、視力がぐっとさ。うん、なんでやっぱね、ゲームはね、ほどほどにしとかないと、目が悪くなるって結構不便だもんね。OK。行きましょう。何がついた？略奪者に変わるか。もうちょっと、きついやつでも構わないんですけども。まあ、行きましょうか。ここは特に何もなし。
矢もこんだけあれば十分でしょう。こんだけあると、ウィンドボウとかにね、変えていきたいところですけども、今回のクエストは、あ、危ねえ。あれだよね。普通の矢に変わるやつなので、ウィンドボウが確か意味がないと思うので、意味ないよね。一応変えてみる？多分敵を引き寄せたりはしないんじゃない？ああ、引き寄せないよ。いや、むしろこの、普通の矢で引き寄せられてもちょっと困る感じだよね。よっしゃ。あ、やばい。普通じゃない。ウィンドウに変えた途端ちょっと矢の効率が悪くなさすぎ、なりすぎる。もうこれでいきます。うん、あ、まあまあ足りるだろうけどね。いいか。うん、矢の攻撃力なんでまあ、そう大したことないので、いいや。うん、バーストボーストリングつけて、行こうかと思ったけども、おい、ちょっと待って、痛いぞ。あ、やばい、死ぬ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 。危ね。ラグって、トロッコに引かれるかと思った。よし。ちょっと待って、動きにくいよ。じゃあ、オッケー。あぶねえ。死にそう死にそう。注意していかないとマジで HP が少ないからさ、死ぬね。このまままっすぐね。あ、もうキャプテンはいないのかい？ちょっと待って、エボーか。ジェイン。あー、もういなさそうだね。でもまあまあ、3体だったらいた方かな。このクエストではさ。うん。まあ全然いた方ではないでしょうか。OK。いやいや、楽勝だったね。終わり。ワンパンじゃなかった。うん。でも、余裕ですね。全然余裕。やっぱり無謀の攻撃力アップ。あれがすごいんだわな。近接ダメージが 80% 上がった状態での怒りだから。え、一発で600万ぐらいいくのか。普通に叩いて600万。ああ、そりゃ強いわな。となると、そうね、この攻撃速度もまあいいかもしんないけども、30% の攻撃力アップ、あれがつくと一撃700万以上いく感じでしょ？そっちの方が無謀はいいかな。まあでも、全然ね、この 6% 吸収で攻撃速度が上がる、スパイダー。これ悪くはなかったです。うん、エンチャントがね、黄金がいまいちだけども、まあもう少し、厳選していいのが出れば、使っていこうと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。